はい、どうもこんばんはです。カエル旅でございます。ご無沙汰しております。無事に引っ越しが今すべてのことが完了して、退去の時の立ち会いとか鍵の返却とかがちょうど今終わって、新居の近くのカーシェアに戻ってきたというところですね。マジで久々、全然ね動画更新できてなくて申し訳ないんですが、ようやくこれで落ち着くかな。まだね、食器棚とかが注文してて、ベッドは届いたんですけど、新しいベッドは届いたけど、食器棚がまだ届いてなかったりして、食器がね、置く場所とかがなくて、ちょっとまだ部屋が汚いんですよ。段ボールとかあるし。なんで、そのあたりが全部片付いたら、室内で動画を撮っていこうかなと。あと、近々ね、車、ライズを購入したんで、ライズが来たら、いろいろ動画も撮りやすくなるかなと思いますんで。本当にね、なかなか動画更新できなくて申し訳ないんですけど、ようやくこれでいろいろ落ち着いて、長かったっす。もう1年ぐらい家を、新しい家探してて、いいとこもあったりしたけど、いろいろあってダメになったり、ようやくね、理想的な家を見つけて、家が決まってからがね、マジでバタバタだったんで、全然動画も撮れなかったんですけど、更新頻度をね、ちょっと今年はマジでバンバン上げていくつもりなんで、ちょっと楽しみにしていてください。はい。あとカメラをね、そう、カメラ、ちょっと見せます。富士フィルムの XS10 にしました。っていうか、富士フィルムに戻しましたんで、まだね、外部マイクもつけてないんで、はい。ちょっとどんな感じになるかわかんないですけど、はい。富士フィルムで、ビデオブログはね、はい。まあ、そのあたりの話もね、ちょっと機会があれば話したいし、まあ、車もね、なんでライズ選んだかとかも、ちょっと軽く話せたらなと思ってるんで、はい、楽しみに待ってください。ちょっと今日は簡単な動画ですが、無事に引っ越し終わりましたよということで、ただいまということで、はい、そんなわけでね、帰る旅でした。ではまた、ちょっとどんな感じで喋ってたかも忘れちゃったんですけど、はい、またバイバーイ。